なんか不登校 YouTuber ユタボンの悪評のおかげで学校に行っている他の中学生 YouTuber の評価が上がってるみたい。ではどのような内容なのか早速だけれど次のツイートを見てみてよ。デストロイヤー、ちゃんと学校の勉強しながら YouTube で自分の好きなことをやって金稼いでるの、逆ユタボンって感じがして好き。学校で奴隷やってても好きなことはできるんや。中学生なのにチャンネル登録者50万人突破ってものすごいことだよね。普通にユタボン負けてるし、っていうか圧倒されてるし。今回の中学生 YouTuber、 なんだかユタボンと真逆の存在のように見えるよね。ネットでは次のような声が上がってるみたい。ユタボンより再生回数圧倒的に多くて草。チャンネル登録者数も50万人超えてて、ユタボン圧倒しててすごい。というか中3で50万人ってすごいな。この子テスト勉強とか本気で10時間以上やってて、まだまだできる系の子だから、本当に努力家だよな。勉強しながら好きなことしてるのが素敵ですね。こういう子って家庭環境が整ってるし、格差が垣間見えて辛い。悪いのはユタボンじゃないんだよ。ユキヤだよ。ユタボンも手遅れになる前に洗脳から目覚めてほしいな。これは押せる。ユタボンは大人になっていろんな人に触れていくにつれて嫌でもそこに気づくんだろうな。まあ、ユタボンの日本一周のゴール時の惨状を見ればいろいろとわかるよね。だって日本一周を終え、意気揚々とゴールしたにもかかわらず、同級生や家族の出迎えさえもなかったようだからね。あまりにも寂しいとしか思えない。そんな惨状を鑑みると、やはり日頃からどれだけの人に感謝され、支持され、慕われているのか。それが大事ってことだよね。普段から親子でアンチを煽りまくっていたら、一生誰からも支持されないし、嫌われるだけ。それなのにもかかわらず、未だに親子でアンチを煽り、アンチを量産するユタボン親子。それじゃあこれから先もずっと成功なんてできないと思うけどね。まあ元凶は親なんだけど。ゆるパンダからユタボン親子に提案があります。ユタボン親子は一度ネットで人徳という言葉をググってみてください。そうすればおのずと答えは見えてくると思いますので。よろしくお願いします。